どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。えー、昨日のね、えー、ソラチカルート閉鎖を受けてですね、えー、大衝撃でしたね、本当に。<laughs> 本当に大衝撃でした。まあ、それはもう、あの、起きてしまったことなんで、まあ、今年の12月27日の13時以降はもうラインポイントからね、えー、東京メトロポイントに交換はできませんので、まあ、それを受けてね、えー、本日の動画では、えー、これからやることと注意事項、 あと、えー、東京ルートのおさらいをね、していきたいなと思います。えー、まずはじめに、空、え、地、っと、カカートなんですけども、えー、すぐ解約しちゃダメですよ。<laughs> まあこちらは、まあ、今現時点で ANA マイルを貯めてて、ラインポイントを持っている方は、 えー、12月27日。まあ、あの、それまでにポイントをね、全部東京メトロにポイント交換して、まあ、それは初めてね、ANA マイルに交換完了して、えー、東京メトロポイントがゼロになった状態で、空地カカートは解約してください。まあ、それはまあ大丈夫だと思うんですけども、あの、もういらないやって言って解約すると、東京メトロポイントのポイントはそのまま消滅しちゃいますんでね、投げ捨てるみたいな感じになっちゃいますんで、それは一つ。 え覚えておいてください。で、えー、東京メトロ、えー、ラインポイントからね、東京メトロポイントに交換する場合、まあ、あの、閉鎖が発表されて、まあ、皆さんね、今持ってるポイント、ラインポイントをね、すべて、東京メトロポイントに交換すると思うんですけども、東京メトロポイントには、有効期限があるんですね。有効期限。まあ、なんでこんなことを知ってるかっていうと、私が一回やってるからなんですよね。<laughs> いや、あの、執行させたわけじゃないんですけども、東京メトロポイントっていうのは、え翌年度の月末までしか有効期限がないんですよねえ翌。翌年度の月末まで。ですので、年間で24万ポイント以内にしといてください。あの、ラインポイントから東京メトロにね、送るポイントは。それ以上、ポイントを東京メトロの方で持っちゃうと、 2万ポイントまでしか交換できないですよね。東京メトロポイントっていうのは。ですので、あのー、執行はしないにしても、何か他のポイントに交換しなきゃいけなくなるんですよね。結局執行しちゃうんで。それを防ぐためにはまた他の T ポイントとかね、そういうものに交換しなきゃいけなくなっちゃいますんで、交換できるようにね、しといてください。 これだけね、一つ覚えておいてください。まあ、あの皆さんね、ラインポイントから、えー、閉鎖されるってことで、みんな東京メトロポイントに一気にポイント流れると思うんですけども、それだけ一つ気をつけてくださいね。で、えー、最後にですね、えー、東京メトロポイントじゃなくて東京ルートのね、おさらいしていきたいと思います。えー、東京ルートの、えー、必要なクレジットカードは、えー、昨日も紹介しました。こちら、えー、東京、東急ポイントクラブ級カード。 のこの、この額面のやつですね。パスモがついている。で、東京クラブ級カードもね、結構あるんですよね、種類が。東京、東急カード自体が結構あるんですよね。で、この額面のやつがですね、まあ、あの、この動画の詳細欄に、あの、 公式 URL 貼っときますので、まあそちらね、利用していただいてもいいですし、えー、一緒に、一緒にね、ポイントサイトの案件も載せておきます。まあどっちでもいいので、まああの、ポイントサイトから経由して、まあ2000円ぐらいしかもらえないんですけども、まあ私としては、まあおすすめとしてはね、せっかくなんで、それもマイルになりますんで、まあ、 経由した方がね、いいと思うんですけども、まあ、ポイントサイト使うのを嫌だっていう方はね、まあ、あの、まあ、ポイントサイト使うのを嫌だって言ったら、まあ、このカードいらないんですけどね。<laughs> あの、私の動画の概要欄に、えー、ポイントサイトの案件ね、あ、ポイントサイトの、えー、URL 載せておきますので、まあ、そちらからね、あのー、今こちら2000円でポイント出てますんで、一応ね、 これから発行されるって方はね、そちら利用していただければなと思います。まあ、あの、おすすめとしては、まあ、せっかくなんでね、まあ、2000円なんで本当に、まあ、そんな大したポイントではないですけども、まあ、もらえるんだったらもらっておこうっていうのは私の考えですねもしあの、これから発行するよっていう方はね、東急ポイント、クラブ Q カード、これから間違いなく、この、 案件、このクレジットカードの案件は多分消えていくと思います。まあ消えていくっていうよりかは、どんどんポイントが下がっていくと個人的に予想してます。っていうのも、今までこの空地下カードは絶対メインカードだったんですけども、もうこれから空地下カードはね、まあ1年後持ってる方はほとんど、今の半分以下になると思うんですよね。私の個人的見解だとね。ですので、まああの、静岡カードとしてはね、まあ1年間持ってて、751円だったかな割引を、 適用した年会費が、それに対して1000円のマイルがね、毎年もらえるんで、まあ、死亡させる方もいるかもしれないですけども、私はもうバッサリ終わったら開 <laughs> 約しちゃいますんで、えー、多分ね、相当開約する人がね、増えるんじゃないかなと思います。で、その代わりにこのカードが一気に発行されるって予想されますんで、まあ、いつかまた復活するかもしれないですけども、近々消えるんじゃないかなと予想してます。 で、え、東急ルートですね。のおさらいなんですけども、えー、昨日も言いましたけども、EC ナビとポイントタウンは、ドットマネーっていうポイントサイト、サイバーエージェントをやってる、アメバ TV とかですね、え、アメブロとかのドットマネーっていうポイントサイトに、ポイント交換ができないので、え、ハピタス、チョビリッジ、ゲットマネー、ゲンダマ、ライフメディア、 ぐらいかないつも使ってるのとりあえず、ここのポイントサイトは、ドットマネーに交換できるので、大丈夫なんですけども、それ以外のね、EC ナビとポイント、まあ、EC ナビとポイントタウン、まあ、私がお勧めしてるのはね、結構、結構今言ったぐらいのね、ポイントサイトなんですけども、そこら辺をね、利用されてる方は、まあ、ちょ、ドット前にねに交換できますんで、ポイントサイトから、ドットマネーに交換して、その後、こちら。 等級ポイントに交換して ANA マイルっていう感じになります。まあ一応ね、あの、これに出しておきますんで、そちら見てください。で、えー、まあ交換日数もね、<laughs> 実際にやって <laughs>、だいたいポイント申請からポイント完了までだいたい1ヶ月以内に完了しますんで、えー 交換の速さもね、結構早いんで、まあ、貯めていくっていう、その、貯めていくモチベーションとしてはね、すごいやりやすい。で、ドットマネーから投球ポイントにするのが、1月10万ポイントまで。ですので、1月で最大7万5千 ANA マイルが獲得することができます。ですので、まあ、本当にね、ポイントサイトで一気にバーってポイントを貯めることができれば、本当に2、3ヶ月で、 えー、東京、ニューヨークの <laughs> ビジネスクラスのチケットとかね、えー、実際取ることができますんで、まあ、あの、この東急ルートをね、本当にいいところは、スピードが速いんですよ、交換完了までの。本当に1ヶ月でマイルが手に入るんで、あのー、本当に2、3ヶ月とかね、そのぐらい先の予定で、ちょっと使いたいなっていう時も、一気に交換すればね、結構叶っちゃったりしますんで、まあ、そういう意味ではね、あのー、 いいですよねまあ今回の動画ではねえー、東急ルートのおさらいとえー、今回ね発表があってこれからやることっていうことでね今回紹介させていただきましたえー、この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいですそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ